今日行ったスキー場、昨日今日行ったスキー場は、なんか、2月上旬だから空いてるかなと思ったら、まさかの大学生が多くて、いや、なんかそのサークル、みんなで来ました、みたいな大学生が結構いて、で、なんか、その滑りながら、男女で、滑りながらその雪合戦みたいなやつやってるやつらいて、すっげえイライラした。片や、男11人で 男11人で、スノボ旅行。すごくない？ 11 人って聞くとすごくない？なんか別に旅行行ってる最中は全然違和感ないんだけどさ、そうやって言われるとすごい、なんか多いよね。しかもおっさんだらけ 多分、俺ら、あれ、異質な集団だと思われてたんかな？もしかしたら。今気づいたけど、多分、目立ってたかもな。年齢差バラバラだしね、結構。うん。社員旅行。ワンチャンバレてる？いや、バレてないんじゃん？わかんないけど。なんか俺は結構すごい思うんだよね。こう、ちょっとやばいかみたいな。てか、なんならだってさ、もう、死神撃つとかさ、もうまんまやん。そのまんまなんよ。何もかもが。そこにいるんよ。もう死神と撃つ先生が。死神の方が、あれかな。もう、マジそこにいるんよ。だみんな結構さ、ちゃんとさ、普通に喋ってるからさ、新幹線とかでも、もう、トモさんとか、死神とかの、その、通る声がさ、もうすごい、もう、ああ、もうすごいや、と思いながら、俺とシャー君、行きの新幹線、隣だったんだけどさ、俺らの声は絶対通ってないから大丈夫ですよ、みたいな話をしてた。外でも活動名って、いや、俺今度からちゃんと言おうかなと思ってるんだよな、そこら辺。めちゃくちゃ普通にさ、なんかさ、ピクトーとかさ、中村とかみんな 言うからさ、ちょっと怖い。死神とかね。やばいか、ちょっとな。死神はやばいな。普通に一般、っていうか、俺らのこと知らない人たちからもなんか、え？ってなるもん。え？何のことみたいな。トモさんぐらい、マジで違和感ないの。豚はダメだろ。まあ、キョウさんもいける。いや、俺でもバドって呼んじゃうよな、最近。バドって。いや、もうラッターとかもう一番やばいぞ。ラッター。ラッティー。何もダメだな。ちゃんとそこら辺今後気を使っていかないとなんかやっぱ良くない。ダメな気がしてきたわ。うん。